北家教授は、千葉県市川市中山二丁目にある、日蓮宗広本山の寺院である。鎌倉時代の文王元年創立、中山北家教授とも呼ばれる。三号は、小中山。五十頭中山三宝類の縁頭寺であり、日蓮の説法と安息の地である。境内の岸も神も広く信仰を集め、江戸三大岸も神に含まれる。日蓮の書籍。 関心本尊賞、立正安国論は、国宝、境内建造物の多くは、重要文化財に指定されている。日蓮は、その布教活動の中で、幾度となく、迫害を受けたが、その際、千葉市に仕えていた府、狐忍や太田の明は管轄していた、やわたに、日蓮を迎え入れ保護した。特に、千葉市の悲観であった府、狐忍は、日蓮のために、 和宮の自邸に、北家道を造営し、安息の場を提供するとともに、分離であったため支出を提供して、その執筆を助けた。当時に多くの日蓮の遺文が残されているのはその縁であると言われている。当時を中心に門前町が広がり、正月や節分の際は大勢の参拝客で賑わう。大正時代の三門公安五年に日蓮が没した後、 上忍は出家し自邸の北家道を、北家寺と改め初代十字、上を治む院日常となり、日蓮の有力な段落ちであった、大田の利明の小日高は、父の屋敷を、本明寺とし二代目十字となった。そして八幡省の領主であり、旧主である、千葉種貞の家を受け続別党に迎え、種貞勇士の比喩を三代目十字とした。だが、非全国を義軍においては、 種貞の弟種、大が、九州千葉市として存続したものの、下佐国では敵対関係にあった裟田種流千葉市が、台頭し、種貞流の仙田市は衰退して、当時も危機を迎えた。そのような中、比夕は、室町幕府との関係を強めこれを乗り切り、ここを拠点とする中山門流が成立することになった。日高以来代々の十字は、 本名寺と北家寺の両寺の兼務が、習わしとなっていたが、天文14年古学坊、足利春寺より、諸北家宗行長城という称号が送られ、北家教寺という寺名が誕生し、北家寺と本名寺の両寺を合わせた一つの寺院になった。日蓮州では、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。 北家教授は300以上の末寺を有したという。天保12年、この寺の24歳と71歳の僧が、多くの奥女中を含む多くの婦女を騙し、肉体関係だけでなく、貴重品も取って写真に吹けるなどし、僧侶にあるまじき行状として、幕府の耳に入った。多くの高期粛清を進めていた、老中。 水野忠邦は内定の後風文書を作成して、自社奉行の安倍正宏に提出、自社奉行の調査の結果、日、直と日、慶という二名の僧が逮捕された。自白によると、老僧日慶は三十年前から計三十人ほどと、関係があったことが分かった。日慶には遠投、日直には、晒しの上、触れ頭引き渡しが言い渡された。徳川家成の即室戦考員や、 奥女中たちも関わっていたがそれに触れずうまく裁いたとして、この一件で若干22歳の安倍雅宏は名声を上げた。法伝門日蓮が伝えた祈祷、手法があり、古来より賛同者が絶えずあった。その中には精神描写も少なくなかったことから、古くより寺内に描写を収容して、信仰度教により治療していた。賛同する信者と描写は賛同書や、 手法書に宿泊し、祈祷、水地、手法を受ける。賛同書は、明治25年頃に作られた木造平屋の建物で13室あり、描写には、家人が付き添った。祈祷は、雪道の広間で、大太鼓と土京で行われた。監督は、雪道の管理人のほか、寺内の各住職が月替わりの輪番で行った。時代の要請で在来の処置のみでは、 医師法に違反するとして明治42年に県に申請して、雪道の裏手の丘に中山療養院を建設することにし、大正6年に完成、医師による障害者の保護治療を開始。大正10年、本山の手を離れ、精神科医と団との共同経営に移り、中山農病院と改消、昭和23年に中山病院と改消、昭和27年に、 医療法人聖和会中山病院となる。如来滅午後500歳主観心本尊症、立正安国論参道の桜並木、京成中山駅を越えると、北家京寺まで続く参道に位置する門前町へ、つながる。参道では、定期的に歩行者天国も実施している。鉄道高速道路一般道路駐車場。ありがとうございます。